エンタープライズアドバンス EA03 NTT ドコモ事例から見るモバイル&クラウド時代のサービス開発についてを開演いたします。講演は株式会社 NTT ドコモ執行役員 R&D 戦略部部長江藤実様です。それでは江藤様、どうぞよろしくお願いいたします。江藤と申します。よろしくお願いいたします。今日は NTT ドコモ事例から見るモバイル&クラウド時代のサービス開発について述べます。でご質問ありましたら気楽にこのツイッターの ID、ミックビーンですね、 MICKBEAN の方に投げていただければ答える質問についてはお答えしたいと思います。気楽にどうぞ。で今日はですね、題が結構大きくて、でいろいろ準備してるとこういうたくさんの話をすることになってしまいました。これだけ普通発表ってこう一次元にこうロジックが進んでいくんですけど、ちょっと今日はオムニバス形式で、まず最初に昨年の秋に我々が発表した EC2 の、大規模利用について発表して、で今日お昼ご飯実はワーナーと食べたんですけども、まあ、彼も言ってるんですが、その開発プラットフォームを昔のデータセンターからクラウドに移したからといって、それを使う人のカルチャーが変わらないとダメだという話を彼ともしました。でその話をしたいと思います。で、まあ、大きな会社でなかなかそのパブリッククラウドって何よって、まあ、先ほど研究室の先輩が大学のAmazon 利用をどうするかって話をしてましたけど、やっぱり組織の中にいていろいろといろんなチェックがあります。で、まあ、言いたいことは使ってみることが大事 で社内の反応にも変化が出てきて、それがついにその業務系サービスの分析系ですけども、そこに AWS を使うという話になったという話をします。で最後に、これ多分興味があると思うので、ビリングについてどういうふうに我々がお金を払っているかということと、それをどういうふうにその最適化しているかという話、まあ、大きな組織で AWS を使うときの悩みというのをお話したいと思います。でこれとても40分で話せないんですけども、もっと聞きたい人は私を講演に呼んでくださるか、コンサルで雇ってくださるかしてくれると対応したいと思います。で、半年前に言った話は、そのドコモって実はビッグ AWS ユーザーですよというふうに言いました。でこれ言いたかったのは、AWS を使ってるということで開発コミュニティの方ともっと付き合いたくなったんですね。その開発コミュニティがある程度その AWS 使いでないと、その AWS を使う意味がなくなってしまう。AWS を使ったけども従来通りウォーターホールでそのすごく仕様書書いてやってるってなったら何も変わらないので、そこを変えてみたいということで、そのあえて発表したのはこういう宣言をしたかったということにあります。で当時はその、まあ、今もそうですけども、数千インスタンスの EC2 を組織で使い回しております。でこれがその、リーイベントで載った、これ今日 の、 キーノートでも出しましたけども、これが一応載った記事になります。でやはりそのお堅い電気通信事業者が Amazon クラウドを使っているということで、まあ、それなりのメッセージはあったようです。で基本アーキテクチャというのは、まあ、大体2010年ぐらいにはできてたんですけれども、これですね、あとマイクロソフトの Bing っていうタスクベースの検索サービスと Google の、ボイスサーチに触発されて作ったのが、いわゆるしゃべってコンシェルって言われてるやつ でこれどこの会社に作ってもらったのってよく質問されるんですけど、これは内製です。で基本構造はここに書いてあるように、左下に、ボイスリコグニションっていうのがあって、で右下にタスクリコグニションっていうのがあって、でこれいわゆるタスク判定と音声認識というのを組み合わせた、いわゆる基本アイデアというのはGoogle ボイスのボイスサーチとマイクロソフトの Bing ですけども、それを、まあ、日本語市場に強くチューニングして、でビッグデータを集めてやったということになります。で処理負荷として高いのは左下のボイスリコグニションの方が高くて、タスクリコグニションはそこそこという構成になっています。でこのオレンジ色のところを AWS で実装しているということになります。ちょっと横見それますけれども、音声認識もタスクリコグニションも普通のいわゆる機械学習のシステムを使っていまして、要はデータ勝負ですね。で我々ツイッターデータを例えば秒速で毎秒1万ツイートとか1万5000ツイートとか処理をしてます。それで全て日本語のいわゆる頻度分布をアップデートしたり、
幸いにもドコモは検索サービスも提供していますので、その検索後で新しい言葉を追加するといったことをやりながら常にやっているシステムになります。でこれは結構いろいろこう記事には書いてるんですけど、ステルスモードで開発をしていて社長には見せてなかったんですね。社長に見せずに、まあ、こういったものを作ってどっかで出そうかなって思うんですね。社長の目に触れてうまくいったプロジェクトってあんまりないんですよ。だからなるべくステルスでやってっていうのは、失敗しようのないプロジェクトというのは失敗するんですよね。だから失敗するかどうか分かんないところで自分たちひしこいてやるっていうのが我々のやり方です。でところがまあ見つかってしまって、でもうすぐに出せとということで、2012年の3月に要は見つかったというか、まあ仕方ありませんこれですと言ったのが2011年末ですよね。2011年の、まあ、12月とかそこら辺に見せたら出せってなって、そうですね、出すために開発やってるんで出すんですけど、ちょっとあまりにも急すぎて、でそれが2012年の3月にまあ、デビューということです。なぜそうなったかというと、Siri が上陸するんじゃないかっていつも怯えていて、Siri が上陸する前にはその日本語のそういった音声検索サービス、タスク判定の音声検索サービスをやろうということで出しています。でこの最初のユーザー数はここに書いてありますように50万ぐらいです。50万アクセスパーデイでした。で4月になると150万に増えて、結構音声認識って負荷が高いんですね。で150万アクセスになって、で6月には250万アクセスというふうに数がどんどん増えていった。これ絵に描いたようにゲーム業界でこう増えていくって話ですね。でゲーム業界はクラウドを結構使うという話も出てますけど、それによく似た話です。で最初そのローカル の日本国内のクラウド事業者様のを使ってたんですけど、ちょっとこれ英語で書くとあんまり語弊がないかなと思って英語のままで出してるんですが、まあ、どっか片方の2つの業者さんも使ってたんですが、片方は売れてしまったとかですね、あとサーバーを借りるのに家賃なんですね、月で借りなきゃいけないってあって、ちょっと月払いってどうかなっていうのもありまして、でそれでどんどんアクセスも増えるから、もうこの際アマゾンへ行こうと。でちょうどこの頃アマゾンの東京リージョンができたと思うんですけど、できたばっかりであんまりなかったんですね、数が。仕方がないので、しゃべってコンシェルは、7月からサンフランシスコ、SFO と言われているサンフランシスコリージョンでスタートしています。でこの頃のインスタンスは C1X ラージと M24X ラージを使ってやったということです。もともとクラウドを意識して作っていたので、そのローカルの事業者様で使っていたアーキテクチャ、さっきの基本アーキテクチャ2010年というやつがあるんですが、それは割と、まあ、すんなりと我々のお付き合いのある SIA 様と、それから AWS のおかげでうまくいってます。でレイテンシーの問題があるということもあって、7月からに北カリフォルニアに行ったんですけども、まあ、9月にはカリフォルニアから東京へも戻ってきたということです。これオペレーションやりながら戻してるんですね。いろいろバージョン変えるタイミングでこう移してるということで、一応まあかっこよく言うとクロスリージョンでシステムをこ うまく動かしながらやってるということです。で結構数が多くて、まあ、ドキドキしたというのが担当者の声から聞いています。でこれが2012年のシステムアーキテクチャです。これどっかに上げるので別に特に意識されることはないと思うんですけど、まあ、DNS からルート53から振って、左側がボイスリコグニションで、真ん中がタスクリコグニションで、当然アクセスログは残すようにして、でそれを全部 S3 に、まあ、記録する。それからアベラビリティゾーンは、まあ、大体2つを使うということで可用性を担保しようという構成になっています。でほぼほぼ全て その音声認識とタスクリコグニションがこの構成でできることになっております。でまあこれ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、どこの会社もですねシステムが止まるの怖いんですよね。すごく怖いんです。で怖いんで、まあ、この必須デザインパターンと言ってますけど、マルチデータセンターですね、アベラビリティゾーンを2つまたがって、作る、さっきちょっとリジョンって言っちゃいましたっけね、アベラビリティゾーンを2つ使って、
こう振ってやるという形にしています。でちょっと音声認識の特徴があるんで、あのロードバランサーは ELB を使わずに普通のロードバランサーを使ってやってるということになっています。でアブラビティゾーンと1、2を、まあ、東京リージョンの2つをこう同時に使いながら、まあ、EC2 はここに書いてあるように M24X ラージをまあ300程度使うという構成で動かしているということです。で、まあ、ここで言いたいのはいろいろあるんですけど、もともとあったその音声認識とか、タスク判定とかのモジュール、まあ、我々がほとんどハンズオンで作ったわけですけれども、そのやっぱりクラウドネイティブで良かったなと思う話です。何かあったものを移植したんじゃなくって、最初からクラウドベースで意識していて、で、まあ、今いくつあるか知りませんけども、あのデザインパターンは、まあ、当時48あるうちの、まあ、21のデザインパターンを使ってやってるということです。非常にそういう意味では楽です。はい、で特に、キューイングチェーンとスケールアウトパターンを対応しているということになっています。で他にもまあ大事なデザインパターンがあって、この後少し言いますけども、スケジュールドスケールアウトというやつと、というのはあの突然こうスパイク状のこうピークが来るときがあるんですね。それにどうやって対応するかという話と、あとは、クローンサーバーですね。クローンサーバーを使うということを意識してやっておりました。よくあるパターンで、トラフィックパターンで、その早朝はそのアクセス数が少なくって、まあ、昼はそこそこで、夜になるとザーッとこうトラフィック上がるって、これはいわゆるあの ELB を使えばそれなりにこうオートスケールで対応できるような話なんですけども、我々が経験したのはそれではなくって、次出てくるかな、テレビコマーシャルで出てくるスパイクです。当時ですね、2012年の最初の頃っていうのは、社長が気に入ってくれたおかげもあって、テレビコマーシャルで、あれ確か山口、名前忘れた、女優を使ってやってたと思うんですね。で、それコマーシャルがあるとですね、ドカーンとこうスパイク状のトラフィックが立っちゃうんですね。で、これELB でオートスケールで対応できないんで、あらかじめですね、コマーシャルフィルムが放映される時間を調べておいて、で事前に、まあ、10分前から15分前にAI、そのイメージから、EC2 のインスタンスを起こして、で対応するということをやっております。それがこれか、さっきのとですね、はい、AMI の起動を10分から30分前にやって待ち構えるといったことをやっておりました。まあ、おかげさまですね、もしその AWS を使っていないとすると、まあ、これは処理できないわけなので、そういうコマーシャルフィルムで発生するような、まあ、通信によくある話ですよね。通信によく発生する、まあ、スパイクというのは、もしその一番上のところまでサーバーを全部買ってるとすると、とてもできなかったと、まあ、3分の1くらいでも相当な負荷になるわけで、こういった意味ですごくその AWS のスケーラビリティというのは助かっています。これ拡大図ですけども、だいたいもしオートスケールが2分で動けば、まあ、それなりにいけるんでしょうけど、まだそこまでいってないと思うので、これは今のところその事前に使うということをやっておりました。で、ここまでがその、まあ、しゃべってコンシェルとか音声認識系の、まあ、ドコモがどういうふうに AWS を使ってきたかという話になるんですけど、ここで言いたいのは、そのクラウドを使うことによって新たなエコシステムが、まあ、できてくると。これこの図はよく私使うんですが、AWS は確かに、プラットフォームのテクノロジーリーダーで、いろんな、AWS の用語でいうイノベーションが毎年200とか250とか300とかって出てきて、いろんな機能が追加されますと。で、グローバルな顧客基盤がありますから、スケーラビリティに関しては問題ありませんと。で、もう少し大事なのは、やはりそのパートナーエコシステムで、まあ、よく出てきますように、その AWS のアーキテクチャを知っているその SI やというのが大事 で、それを使いこなせる人たちと、まあ、付き合っていけるということがすごく大きいと思います。で、皆さんはここにいるわけ で、こういった皆さんのそういうやる開発のコミュニティが存在しているというのはすごく大きいと思います。で、そのクラウドを使う前と使った後ということなんですけど、それは単純にクラウドを使ってデータセンターをそのパブリッククラウドに移しましたっていう話ではなくって、その時に生じるものは何かというと、それを使いこなすための、まあ、我々がのいわゆる企業文化
考え方、カルチャーといったものをどうその変えていくかということが大事だということを感じています。で、どうしてもですね、我々ってその我々っての NTT ドコモの特に社風なんですけども、もともとインフラの会社なので、あとネットワークの開発するものはウォーターフォールでやっていきます。これは全然悪いことじゃないんで、いつも勘違いされるんですけど、社内であいつはウォーターフォールの悪口ばっかり言ってるといつも言われるんですが、ウォーターフォールは絶対にインフラの開発に必要です。あれはもう1年半かけて作っていくようなものなので、それはずっとこうやっていくんですが、サービスレイヤーの開発ではそうはいかないと。いわゆる発注文化で、こういうふうに仕様書決めましたからこの通り作ってください、で半年後に試験開始ですっていうのは、多分そのサービスレイヤーのいわゆるウェブサービスの開発は無理だと思っていて、でその時に意識したのがこれです。これ意識したっていうのは、それはうちの社員にみんなに言ったんですけれども、これ実は簡単でようで簡単ではないんですよね。例えば、失敗を意識してデザインをするとか、それからいわゆるパートナー、いわゆる AWS をパートナーと思う、一緒にプログラム書いてくれる人をパートナーと思う、でそういう共同責任モデルでこうシステムを作っていくという発想というのは持たないと難しいと思いましたね。そういう発注という概念で今まで通りパブリッククラウドを使っていくということはまず無理だよねっていう議論をよくやっています。あと、ハードウェアを意識しない、ソフトで調整するとか、小さく作ってそれから大きく伸ばしていく、その MVP の考え方ですよね、リーンスタートアップでいう、そういったものをやるとか、従来の常識やルールから一度離れ何が本質かをちゃんと見極めていくということで、こういったことを実はできてなかったから書いてるんですけど、これをどんどんもっとやっていこうと思っています。で結局その初期のしゃべったコンシェルっていうのは何で作ったかというと、数人なんです。5人ぐらいで自分たちでハンズオンで作っています。それだけの少ない人数でできたっていうのが我々の誇りです。でそれを社長に言うとどう言われたかというと、これ分かんない人も分かんないかもしれませんが、加藤さんって今の社長で、今回ご退任になった2人の副社長ですね、岩崎さんと坪内さんですけど、加藤さん私何て言ったかというと、ほんまに5人で作ったんかって言われましたと。だから数人で作るってことも信じられないんですよね。でも数人で作らないと多分いいもんできないんですよ。そういうふうに変えていかなきゃいけないって。で、右側の一番右側の財務担当の坪内副社長は私何て言ったかというと、やっつけ仕事の方によくできているというふうに言われましたですね。いいんです。やっつけってやっつけなんですけど、そういう形で今までと違うやり方をやったなという考え方はあります。だからその私がすごく意識したのは、 Amazon を使うときにその使う開発者の考え方っていうのを変えていかないとダメだダメだってずっと言いつけておりました。はい。でこれリースタートアップモデルですけど、これご存知だと思います。飛ばします。でというかっこいい話をした上で、そうじゃなかった例もあるということをちょっと紹介したいと思います。我々がその AWS を使っているのはそういった音声認識系だけではなくって、データ蓄積系もあります。具体的にどういうサービスかちょっと言いません。でこのデータ蓄積系というのはですね、すごく緊張するんです。多分そこにいっぱい人いるからあれですけど、なんて言われたかというと、お前データがなくなったらお前とお前の部署は全部クビだって言われたんですね。怖いですあれは。で怖くなるんですね。怖くなるとどうするかというと、ともかくできるものは全部作ってしまうと。 Amazon を使ってるのに小さく作って大きく伸ばすどころか、大きく作って小さくするというとんでもないことをやったって例がありますが、ひょっとしたら皆さんもできるかもしれないので、これは参考に紹介したいと思います。でやったことはどういうことかというと、シャード化されていた、結構シャード化してこう分散していたシステムを後から非シャード化したっていう話とか、あとプッシュサーバーですね、プッシュノーティフィケーションですね、サーバーから端末を叩くプッシュノーティフィケーションを自分たちで作ってた、そんなことしなくても Google の GCM を使えばいいじゃないかっていうふうに変えたって、初めから使っときゃいいのにとかですね、あとトラフィックに応じたインスタンスにすればいいのに最初からでかく作ったと、DBS もでかく作ったという話です。これは著作権がないんで後で消さなきゃいけないんですけど、ハウルの城で言うと、システムの最初の頃はこうてんこ盛りでスタートして、終わった頃には、こんな風になってたという話ですね。こんなこともできるのが、AWS のいいとこだなって思うわけです。はい。しゃべったコンシェルは最初から、クラウドネイティブで作って、
割とこう大きくしていった形なんですけど、このデータ蓄積系は逆でやっています。でこれがそのまとめなんですけど、クラウドノンネイティブ真逆のデザインパターンってやつで、これどっかでどちら上げますので全部メモしなくてもいいと思うんですが、とりあえず既存のコンポーネントの組み合わせで非効率だと分かっていながらサービスを作ってしまう、徐々に最適化を図り後で減らす、サービス提供と品質を優先し最適化とコストを後回し、パフォーマンスも重要、初版ではセキュリティ対策やトラック対策を過剰にその後改善、大量のウイルス検知そこら中にばらまく、自動でスケールアウトできないものは多めに置く、デザインは初版でできるだけ、一般的な枯れた技術で重いものを使っていく、どんなにトラブっても大丈夫なようにできるだけバックアップを多めに頻繁に取るという、むちゃくちゃやった後だんだん減らしていくということで、これは結構小さくなったという話です。小さくできると、 あとこれちょっと余計なこと書いてますけど、どんなに我慢してリザーブドインスタンスは買わないって、どんなにコストが高くてもリザーブドインスタンスを買うと事故の最適化を図る意味がなくなるということで、ヒントはこれですね。リザーブドインスタンスはあんまり買わず、とまくでかく作ってから小さくすると、データがなくなったらお前の部署は潰すぞと言われたら、こういうことをやるかもしれないという、一つの例になります。で次ですね、パブリッククラウドに関する懸念となって、これは多分どこの部署もあると思うんですね。すごくあると思います。もうずっとここ数年こんな感じですね。まずいつも言われるのはやっぱセキュリティですよね。セキュリティ本当に大丈夫なのかって、なんか物理教科がないとセキュリティが保たれないような宗教のような話がずっと続いて、本当にセキュリティは大丈夫なのか必ず言いますね、同僚はね、偉い同僚は。であと SLA がないじゃないかと、まともに SLA がないと、これもちょっとどうなんだろうって。であとスイッチングリスク、スイッチして本当にパブリッククラウドに切り替えて本当にやっていけんのっていうこと で結局誰もリスクを取りたくないので、リスクを取りたくなければ別にそこにステイということでパブリッククラウドを使わないという話です。でこれが大体どこの会社にもあると思いますけど、で今回の話はその2011年の終わり頃に社長、当時の社長に早く作れ、ともかく作れ、ともかくそのいいものをやると。で、僕たちはそのスケール、いわゆるスカラビリティが必要だという共和観念もあって、そこで、いわゆる今朝の話で言うと、ダイブというかジャンプインしたわけです。こう、飛び込まざるを得なかった。それが非常に良かったと思いますね。だから、SLA とかセキュリティがなんか弱いんじゃないかとか、スイッチングコストが高いんじゃないかといってずっとそこにステイしてると何も起きないところを、そのあるサービスを作らなきゃいけないというものすごい後ろからのプレッシャーがあってダイブしたということであります。でダイブするとどういういいことがあるかというと、使い始めてからこう変化するんですね。さっきのカルチャーを変えていくって話もありますけど、周りの見方も変わってきます。周りの見方がですね、クラウドはよくわからないってずっと言われてたんですけど、使い方次第だよねとか、セキュリティに対する意識も物理的境界がある方が絶対論理的境界がある方がいいとか言ってるのが、そこそこ論理的境界でもいいんじゃないって、ロジカルにちゃんと担保されてればいいじゃないか、あと AWS の豊富なセキュリティ機能をフル活用できると。実はこれ大きいんですけど、この後言いますけど、ここ1年のIAM とか MFA とかあと VPC とかの進歩があって、1年前だったらできなかったことが今だといけるよねって思いになったところがあります。であと下の方ですけど、使いながら改善していくことも大事で、実運用データを分析してスケーリングすると、機能集約、機能分割をやっていく、それから AWS の新機能をリリースしてでやっていくということですね。なかなかいいと思います。でこの議論を図にまとめると、先ほど今朝のキーノートで言った図になるんですが、ずっと左側にいると何もこう決められなくって、パブリッククラウドを使わない、パブリッククラウドをなんかミッションクリティカルのものに使うのがすごく怖いという状況で、いろんな議論をするんだけども、やっぱり SLA がねって、やっぱりパフォーマンスがどうか分かんないしね、セキュリティなんてどうして当てにならないしねってずっとやっていくわけですね。でも使い始めると変わるものなんです、景色が。でそれが右の図で、そのまず使い倒す、使っていく使っていく使っていく、でその結果を見る、周りの環境が変わっていく、でそれをまた次の使う方法に役立てていくというスパイラルを回していくと、だんだんと景色が変わってくるという話になります。ここ3年間そういったことを見てきて、私と私の同僚はそれを見てきてすごく良かったというふうに思っています。ということで、
まあ、企業におけるシステムで、ウェブサービスシステム、まあ、これはまあ少々落ちてもいいような話ですけど、あと業務系システム、これ落ちたら困る。でミッションクリティカルシステムですね、うちでいうと通信とかメールですけど、これは非常にちょっと大変ですが、こういった3つのレベルがあるとすると、まあ、我々は2012年にここにダイブして使い始めた。まあ、それは周り の, そのサポートがかなりあったという社長、特に社長ですね。で使っていくうちに、うちの非常に厳しいホームとかセキュリティの部署がなんかいいのかなってこう軟化するんですね。してきて、まあ、いろんなこう議論を相当やって、ようやく、分析系ですけど、あの機関系というか業務系の分析系ですけども、 AWS を使うことになりました。で、まあ、これどこにおけるビッグデータですけど、まあ、いろいろやってるって話だけなんでそんなに参考になりませんが、データは結構やってます。あのなんか今朝私数ペタバイトから数十ペタバイトって言ったんですけど、数十ペタバイトだけハイライトされてすげえって思われたかもしれませんが、まあ、企業の人間としてこう正確な数字は言えないので、数ペタから数十ペタバイトのデータを持っています。で一番左足のやるビジネスインテリジェンスと言われているところのマーケティング、リコメンデーション、それからネットワークの最適化っていうのはやっております。あと、まあ、認識系でいうとあのメディア理解ですね、文字認識、音声認識、それからまあ翻訳とか自然言語処理、あと、まあ、社会の頭脳と呼ばれているその位置情報システムを使った話とか、あとセキュリティ、こういったことをあの並列データベースマシンを回してこれまでやってきておりました。でこれにはこれまでオンプレミスのシステムを使っております。で私実はこの半年ぐらい前までこの手の処理は全てオンプレミスでいいと思っていました。まさかその AWS を使うという判断になるとは私自身思っておりませんでした。で、まあ、システムの要求条件の位置づけでその企業におけるデータっていうのは横軸がそのホットデータ、ま、ウォームデータ、コールドデータで、縦軸がそのああオンプレミスがいいのかクラウドがいいのかって話でこういうふうに分けた図です。これ私の部下が書いた図ですけど、で、まあ、常に一定のデータ量があって、で特に業務システムに組み込まれている利用停止イコール営業停止になってしまうようなそのクリティカルミッションのものはそれやっぱりオンプレミスなんでしょう。で下の方にある、まあ、使いたい時に使える、使いたい時が一定ではない、データ容量が予測できない、一定ではない、まあ、これは多分クラウドの方がいいんでしょう。でこの真ん中あたりがどこら辺の境界に来るかなっていうのがここ1年間の悩みになっております。で広がって AWS の機能としてどういったものがあるかという話ですが、これはもうあの時間がありませんので、飛ばしますが、まあ、あのさっきのマップでいくとですね、この縦軸に合わせるとすると、Amazon S3 EMR、まあ、ここはまあ Amazon 使えばいいのかなって、で上の方の RDS とか DynamoDB ぐらいはって思ってたんですけど、これはちょっとこの1年間の議論で怪しくなってくるんですね。それはなぜかというとセキュリティ機能がかなりアップしたんですね。セキュリティがアップされたので、その怪しいなって、まあ、オンプレミスでいいやって思ってた上の方のところというのが、分かんなくなってきたということになります。でこの図をもう一回、マップし直しますとこうなりますね。まあ一番上の既存設備を使ってでミッションクリティカルなところはオンプレミスでしょう。で下の方は、まあ Amazon を使うんでしょう。でレッドシフトのあたりですね、ここのあたりがさあどっちなんだって、で1年前は私はそのレッドシフトの領域っていうのはオンプレミスでやるべきだって思ってたし、私の同僚のほとんども多分オンプレミスだと思っていたと思います。そこに1名は違うって言いかけてるかもしれませんけど、まあ、あの大体そんな感じでした。で、まあ、これ悩んでたっていう単に意思表示ですね。でどんな装置を我々使ってたかといいます と、これですね、あのどこでも値段書いてないよな、書いてないと思うんですけど、まあ、ペタ数もそんなに、まあ、あのペタ数とかボリュームはあんまり気にしなくていいです。後で大きくしてるんで。でいわゆるあの超並列分散データベースシステムですね。私はあの、RDB が好きなんです。あの Hadoop が嫌いだったんです当時は。今でもなんかあの変な宗教を持ってると言われるんですけど、あの Hadoop とかあんな大嫌いで、こういう、
分散リレーショナルデータベースが一番だと思っていて、IBM に買われたネティーザー、それから、MC スクエアに買われた、グリーンプラムですね。どちらもいい会社なんですけど、買われちゃうんですが、これを使っていました。ハードディスク直付けの高速の、サーチができるやつと、あとグリーンプラムですね。ちょっと話ずれますけど、ビッグデータって分散処理じゃなくてランダムサンプリングでやるようなビッグデータって、それなんちゃってビッグデータなわけですよね。ビッグデータっていうのは非常に低頻度のめったに発生しない事象を捉えて、そこを価値化していかなきゃいけないんで、基本的に全てのレコードを舐めるような話をします。で、全てのレコードを舐めるような処理っていうのは基本的にこういう超並列分散型の RDB とかしかないわけです。で、これを主に使ってました。で、この領域というので非常にハッピーなわけですよ。結構高かったんですけど、例えばグリーンプラムに至ってはいくらだ、コア数にして4000コアぐらい、2000コアぐらいあったのかやってたんですね。で、次は Hadoop かと、仕方ないかと、 Hadoop 2.0 だったら許してやろうかなっていう形で Hadoop 2.0 に行くかって思ってたら、レッドシフトが出ちゃって、で、値段のところは消してるよね、消してますけど、結局レッドシフトにして、レッドシフトにしましたということですね。それはこの後でいろいろ説明しますが、一つは価格ということがありますけど、あとは拡張性ということがあります。次いきます。ここ1年とか2年でこの機能がすごく進化したっていうのがあって、ここに書いてますけど、ダイレクトコネクトサポートですね。クラウドトレールによる、それからクラウドトレールが大きいですね。東京リージョンを今日というか、先月末でしたっけ、なりましたと。あと、レッドシフトの機能でクエリフレキシビリティっていう形で、正規要件が入るとか機能が上がりました。で、セキュリティ対策でやっぱ IAM が入ったのが大きい、それから MFA も使えますということで、これがいわゆるセキュリティに関する要件を突破する大きな要因になっています。ここ1年半とかの前だったらとても考えられないんですけど、これが入りまして、で、いろいろ、同僚がセキュリティ担当の部門をもう説得して、で、今までそのパブリッククラウドを使ってきた実績ということもあって突破することになっています。なんかこれどこもレッドシフト使いますってパッと言ってるように聞こえるかもしれませんけど、非常にこの項目の項目と社内の見方が変わったっていうのが大きいですね。で、構成としてはこんな形ですよね。で、これをもっと詳しく書いたのが、これになりますと、ということです。専用線で貼って、社内のイントラネットに専用線で貼って、で、同じ、IP 空間、 IP アドレス空間に、VPC の空間を置いて、いわゆる社内システムと同じような空間に置いて使いますと。で、一つは、トランスペアレントな空間になって、トランスペアレンシーが担保されているということですね。いわゆる社内システムと全く同じであるということです。物理境界はありませんけども、論理境界はちゃんとはっきりしていると。それから、S3 のエンドポイントも中に入ってきて、で、その S3 そのもの、いわゆる外部ストレージそのものが、いわゆる計画しなくてもいつでもじゃんじゃん手に入ると。データさえ、データに増えればそのまま増やせばいいというだけの話なんで、なんか 前もってハードディスクいくつ買っとくかって、こんなことしなくてもいいっていうのが大きい。で、3つ目はこのサンドボックスですね。やっぱりデータマイニングやってて、定型処理だけじゃないんですよね。毎日定型のなんか二次処理やってるわけじゃなくって、なんか新しい発見をしたいわけですよ。そうすると新しいツールを使うんですけど、それが割と簡単に手に入る。そのAmazon のマーケットプレイスからこういうやつを持ってくればサンドボックスに入れて、で、レッドシフト連結していろんな処理ができるっていうのが非常に大きいということになります。サンドボックスのエグザンプルはここになりますけど、こういった形で私 Hadoop 好きじゃないんですけど、Hadoop を使うとか、グラフデータベースですね。どこまで意味のあることが出てくるか分かりませんけど、グラフデータベースが使えるとかいろいろあります。 ETL、 あと BI ツールですね、日本のスタートアップで頑張っておられるフライデータも使えるということで、こういったそのいろんなツールをそのまま持ってこれると。つまり、なんていうんですかね、その無尽蔵の、ディスクがあり、かつ自分たちの空間と同じトランスパレントの空間があり、で、そこにいろんなツールをどんどん持ってこれるということがあるので、で、これで高かったら買わないんですけど、それなりに買えるということで、
これがいわゆる数ペタとか数十ペタバイトクラスのデータベースサイズでも AWS は変えたということだけ言っておきます。値段は言えませんけど、そういうことになります。でお金の話が出たので、あと6分ほどでちょっとお金の話を言って終わりたいと思います。お金の話は結構シビアですね。なんかオンデマンドでお金が使えるっていうとなんか聞こえがいいんですけど、会社で予算折衝してるとですね、どっちかというとこっちの方がいいんですね。安定的で計画的で大きなお金前払いっていうのが楽なんですよ、予算管理やってると。私予算管理者なんですけど、右側はなんか結果的に安くなったんだけど安くなやるかどうかわからないっていうのは一番怖いですね。でここら辺がなんかこういう AWS 保険みたいなのあればいいですよね。なんか絶対これだけ超えないぞみたいなやつがあるといいなと思っていつも言いたいんですけど、そういう分かんないんで、まあこれでどうするかって話です。でクラウド、これ結構この指標を解くのは難しくって、まず為替変動リスクがあると、あと リージョンでも値段が違うと。で購入方法でオンデマンドとリザーブドも家賃と一緒ですよね。ウィークリーマンション借りるの同じで1ヶ月か3ヶ月が全然違うんですよね。ウィークリーマンション、あそうか、ウィークリーマンションはウィークリーマンションにライト、メディアム、ヘビーはないですけど、この傾斜が違うってやつですね。料金システムが複雑なのはお互い様なんですけど、まあこうなってると。で、まあ、スポーツインスタンスが、まあ、インスタンスインスがあってどうするかっていう話です。でそのパーチェシングオプションっていうのがあって、これですけど、単位価格上の方が高いんですけど、まあスポットインスタンスは安いけどその起動保証が全然ないとか、ということですね。いろいろありますと。でうちは使ってるインスタンス数が多いんで、まあ数千のちょっと上の方ぐらい使ってるんで、まあいわゆるコンソリデイトビリングっていうのをやってるんですね。でそのコンソリデイトビリングっていうのが、まあ、どういったものかっていうのは次に説明しましょうか。時間がないんで、スポットインスタンスを飛ばしますと。はい、どっかでこれ上げますので見ておいてください。でコンソリデイトビリングってご存知かもしれませんけど、ちょっとややこしくって、親アカウントがあって、その下にこう部署アカウントがあるわけですよ。例えばプロジェクト A、プロジェクト B、プロジェクト C ってあるわけですね。で支払いは全部親アカウントでするわけです。じゃあここにその、プロジェクト A っていうのがあって、でプロジェクト B っていうのがありますと。でプロジェクト A は全てオンデマンドで使ってますと。でプロジェクト B はリザーブドインスタンスで使ってますと、ということを仮定しましょう。でコンソリデートビリングしてない場合はそれぞれ A と B はそれぞれ払うんですが、コンソリデートにした場合どうなるかというと、 A と B で払った分を合算してその払った分をインスタンス分で割り振ってそのまま請求するというものです。これがコンソリデートビリングってやつですね。プロジェクト A というのは同じインスタンスを使ってるわけですね。5つか、どちらも5つですよね。で片方はリザーブドインスタンスで片方はオンデマンドでやってるんですよ。でその足した分をその10分の5、10分の5ずつで割るんで、 A はあれ？オンデマンドで使ったけど少ないんですよ。で B は一生懸命考えて、バチバチ一生懸命考えてリザーブドインスタンスの下にこう高くなってしまうということが起きます。これ結構厄介なんですね。でバジェット管理で結構大変です。で例えばその京セラ様みたいにそういう、アメバ経営してる場合どうなるんだろうなっていろいろ考えてるんですけど、このアメバ経営になかなか合わないんですね。ドカンとこう親玉が1個払うというシステム には一応適してると。でどんなこの悲しいことが起きるかというと、こうプロジェクト A はですね、ワークロードに適して対して最適化をして一生懸命リザーブドインスタンスを買って、ここはリザーブドでここはスポットですごい考えてやるわけですね。でこっちの方はもうレイドバックして、そのどうせ会社が払うんだからそのままもう何でもいいやって買ってオンデマンドでやっていくわけですよ。でそうするとですね、プロジェクト A の努力がプロジェクト B に反映されてしまうんですね。そうするとプロジェクト A はこう夜景酒飲むしかないと、B はタバコ吸ってラッキーみたいな感じになるわけです。ということで、これはまさに我々が直面している問題で、やっぱこうなっちゃうんですね。だからどうしてもこの私の夢は、AWS にアメーバー系を入れるという形で、各プロジェクト単位で責任取らせるようなシステムを入れたいというふうに考えて、じゃあ希望しております。で、そこでどうやってるかというと、本格的運用が使ってくるとやっぱコスト管理ツールというのが必要で、これは内製で
私の自慢じゃないですよ、私の同僚の自慢ですけど、まあ、内製でその目の前に座ってるんですごいやりにくいんですけど、あの、まあ、内製で作っています。でこうやって時系列でコストを、まあ、こう表示したり、それから、まあ、あのリザーブドインスタンスが横に使われてるかどうかとかってやって、あのいわゆる可視化をしています。でこの後何をしたかというと、これから最適化を図っていくということなんですけども、あのこれが今のところ、まあ、大きな企業における、大きな企業というか大規模利用における、まあ、一応課題ということになってて、その AWS っていうのはいろいろ面白いなと思いますね。これだけその利用が出てくると、その課金をどうするんだとか、ですね、あと、まあ、プロジェクト運用をどうするんだとかって話になってきて、いろいろ最適化の余地があって、それだけエコシステムがますます発展していくんだというふうに思います。時間が来てしまいました。あのちょっとこういろいろ言いましたけど、まとめますと、まずあの我々はウェブサービスのあのに EC2 を大規模利用しましたって、これ発表したのは、あのやっぱこういったエコシステムをお互いに共有したいんですよ。で AWS を使うってことは、それだけその API セントリックにシステムを作っていくんで、そこでいろんな会社同士組めるんじゃないかという思いでやっています。で開発スタイルも変化で、これも大事ですと、使ってみることが大事、クラウド機能が進化したこともあって、今回は業務系サービスに AWS を使いました。でビリングの問題はなかなか面白い問題が残っていますよということです。以上でございます。どうもありがとうございました。